こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はお金が増えていく人の考え方の7つ目ですね。一度空にするという話をしていきたいと思います。1つ目、自分登場の映画のシーンが変わっていく。2つ目、新たなスペースを作ると新たに入る。3つ目、いらない考え、物、感情、記憶を消していく。4つ目、すべては配役であり演技していると考えていく。この4つについてお話をしていきたいと思います。まあ、またコインの話とは全く違って、お金が増えていく、まず考え方っていうのを、一つずつ今説明している状態です。まあ、今日のテーマは一度空にする、まあ、もしくはこれ空にするという言い方をします。早速一つ目ですね。自分登場の映画のシーンが変わっていくということで、まあ、人生っていうのは例えば、まあ、中学から高校になるときとか、高校から大学生になるとき、大学から就職したり、自分が起業したり、まあ、あと結婚したり引っ越ししたり、まあ、いろんなこう人生のシーンがあると思います。まあ、あと出産したり転勤したりですね、まあ、様々なシチュエーションがあると思うんですが、まあ、これを私の配役理論ではですね、まあ、チャプターが変わるというふうに呼んでいます。まあ、映画のシーンが変わるがごとく人生がいきなりこう転機していくわけですね。まあ、昨日もちょっとズームであるクライアントの方のワークをしていたんですが、やはり、人生の節目となる出来事があり、そのことが大きくその方の、まあ、仕事上のこの人生ですね、そこを大きく変えているようなことがありました。で、実際にこの変わった出来事を僕が客観的に見ていくと、まあ、プラスの面もありマイナスの面もあるんですが、まあ、大きく言うとその乗り越えていくべき課題っていうのが明確になったような状態です。ですから、まあ、この自分の登場ですね、まあ、人生って、まあ、例えば怪我をしたり病気をしたりもそうなんですが、何かしらのタイミングで大きく変わっていって、その時に、学ぶべきテーマがあるんで、そこをきっちり見ていくと非常に可能性が広がっていくんじゃないかなと思います。で、2つ目ですね。新たなスペースを作ると新たに入るということで、よく言われるのはいらないものを捨てましょうっていうふうに言われてると思います。まあ、一番捨てやすいのは洋服であったり、まあ、靴とかカバンであったりしますし、まあ、雑誌とかもそうですし、まあ、見なくなったファイルですね、パソコン上のファイルとか写真もそうですし、まあ、捨てれるものっていうのはいっぱいあるわけですね。あとはもう 何かしらずるずる付き合ってしまってるような人間関係っていうのも、まあ、自分が辞めるって決めさえすれば、終わるので、ぜひそのまずスペースを作るっていうことを十分に考えていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。やはり捨てないと入ってこないんですね。まあ、因果応報なので、全てがですね、優しくすると優しくされ、捨てると入ってくるってことですね。ですから、このまず空にする、空にするっていうのを、まあ、徹底的にやって、私も昔非常にこう運勢が悪いような時があって、その時何したかっていうと、やはりいろんなものを捨てまくってましたね。とにかく、きれいにして掃除して、新たな運勢を迎えるっていうことを積極的にやってた時代っていうのがあります。で、今日の3つ目のテーマですね。で、いらない考え、物、感情、記憶を消していくと。まあ、物を捨てるのは非常に簡単なことなので、まあ、いるかどうか、例えば洋服だったら2年間着てなかったら捨てるっていうルールを作れば割と簡単に捨てれると思うんですが、この考えっていうものを捨てるのが結構難しいっていうふうに言われています。まあ、あと感情ですよね。で、あと記憶で、結局は全てこの記憶が邪魔をしていてうまくいかないんですね。僕いろんなワークができるんですが、だいたい皆さん親に入れられたっていう記憶と、まあ、会社の上司とかその誰かに入れられた記憶が結構、こびりついていてですね、それによって自分に自信がないとか、なんでしょうね、とにかく植え込まれてるわけですね、いらない記憶を。で、この記憶を消すことが非常に重要になっていて、まあ、この記憶を消すことについては次の動画でもちょっと話すんですが、やはりいらないものを消さないと新しく入ってこない。ですから、まあ、今お金の器についてずっと話をしていて、お金の器っていうのは、人が欲しいものを出すと
金として返ってくるっていうのは大前提なんで、まずこの人の好きなものを出せるようにならなきゃいけないんですが、じゃあこの出すものをどうやって手に入れていくかっていうと、やはり誰かからもらってくるしかないんですね。買うとか、もらう。自分に何も売るものがなければどこからか買ってこなきゃいけないし、今度その売る方法っていうのを持ってなきゃいけないんで、今までのやり方、自分が働いて1馬力で稼いでるものから2馬力3馬力って増やしていくときに、いらないものっていうのは自分だけで頑張るっていうことを捨てなきゃいけないんですね。この自力至上主義の人って非常に多くてですね、お金は働いて稼ぐもんだって言ってる限り本当に自分の馬力しか使えないっていう感じです。これを誰かのものを紹介して売るとか、自分でそれこそヤフオクとか、メルカリとかですかね、出品して売るとかっていうのも、今だと割と簡単にできるかなって思います。まあ今日ニュースで出てたんですが、主婦が古着を売って月100万稼ぐみたいなことが載ってました。もともと僕とかアパレル出身なんで、古着とか別に本当に買ってきて売ることってたやすくて、まあそれ記事を全部細かく読んだわけじゃないんですが、何を知ってるかって言ったら、その服を説明する写真とか文章に手間取るから、服を好きじゃないとこれはずっと続けていけないけど、それでも月10万ぐらい稼ぐことはたやすいっていうふうに書いてあったんですね。ですからここで捨てなきゃいけないものっていうのは、自分が働くのをちょっとチェンジしてですね、その服を買ってきて売るっていうふうな考えに変えると。でそこに必要なのは、服をどうやったらうまく売れるかっていう説明が大事と、写真と説明が大事っていうふうに書いてあったんで、ここを取り入れることによって今までにないお金を稼げるようになるっていうふうに書いてました。なので今のはいらない考え、自分で全部完結しなきゃいけないっていうのを捨てて、物も、まあ、例えば自分の服を売るのはまず一番簡単だと思うんで、この服を売るんだったら綺麗な写真を撮って説明をつけて売ることもできるので、まあ、いらないものを捨てるついでにそれをメルカリとかで出品するとお金にもなるかなっていうふうにちょっと今思いました。で4つ目ですね、全て配役であり演技していると考えていくと、まあこれ配役理論っていうのを私が提唱していて、これ本当に登録商標で今取ってるんですが、この世界っていうのは実際に演技をしてるっていう風になっているんですが、なかなかそれを受け入れる人はいないと思うので、まあ、演技をしているように思った方がいいってことですね。で先ほどの最初の人生の転換期にいろんな人が現れて、いろんなことをしたがために会社を辞めなきゃいけなくなったとか、病気になったとか、離婚しなきゃいけなくなったとか、いろんなことが起きるんですが、それは人生劇場の中でチャプターですね、シーンが変わっただけであって、そこに登場する人物が本当にそのことを是が非でもやりたくてやってるわけじゃないというふうに考えていくと、人生が非常に楽になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日のまとめですね、1番目、自分登場の映画のシーンが変わっていくと。今言ったように人生の節目節目で起きることっていうのは変わっていきます。まあ僕もこれ今 YouTube を本気でガチガチにやろうと思ったのが多分今から1ヶ月半ぐらい前なので、まあこれをやることによって実はお客さんが結構来るようになったっていうふうに変わったと。なのでやることによって人生はどんどん変わったりしていくっていうのが一つ目ですね。で二つ目が、新たなスペースを作ると新たに入ってくるってことなんで、まあある意味僕はコインの動画を撮るよりもこうやって自分が喋る方を優先するってことにしたんですね。ですからコインの動画を撮るの今一瞬ちょっと捨ててます。で代わりにこっちの、自分が喋る動画を撮ることによって新たなものが、スペースに流れ込んできたような状態です。で3つ目の、いらない考え、物、感情、記憶を消していくと。もうですからこれ誰のせいとか誰が嫌いとか言ってるのが一番もったいなくて時間がかかるんで、今置かれたこのシーンにおいて自分がどう演技をしていくかっていうことを考えた方がいいと。まあお金が増えていく人の考え方なんで、お金の話何度もしますけど、お金は誰かの必要なもの、欲しいものを出せば
金が入ってくるルールなので、この誰かが欲しいものを自分が持てるように努力していくことがいいってことですね。ですからこれ以外のものをある意味捨ててしまえばいいわけですね。ですから、必要なものを残していらないものを捨てていくと。なので誰かを喜ばせるためのものを自分が率先して出していって、他のものは捨てる。だから誰かが嫌いとかっていうことを捨てていくと、非常にお金に好かれるようになっていくと思います。で、4つ目ですね、全ては配役であり、演技していると考えていく。まあ、ここ一番飲み込みづらい場所だと思うんですが、本当に全部この世界は映画であり、ディズニーランドであり、ゲームの世界であり、登場人物は全て役を演じているというふうに考えれば、ある特定の人とか事柄に対して、ムキになって怒ったりですね、嫌いになったりするっていうことが極端に減っていきます。で、そうすると非常に限りなくグレーになるので、いろんなものを受け入れられやすくなるので、お客さんもいっぱい来るし、いろんな話が舞い込んでいくようになるというふうになっているので、ぜひこのように考え方を変えていくといいんじゃないかというふうに思います。今日の動画がですね、役に立った、ここをやってみたいっていう方はぜひいいね、高評価ですね、あとコメントを入れていただく、あと何か質問とかですね、ご意見があればそこに書いていただけると、また新しい動画も作りやすいですし、やっていきたいと思います。あとまだチャンネル登録されていない方はぜひこれを機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。